キューピッド、うん、知ってる、うん、恋のキューピッドって恋心を実らせる弓矢と恋心を消す弓矢の2種類持ってるんだって。二人をくっつけるだけじゃないんだ。恋心、それは突然前触れもなく訪れ、時に残酷なものである。お願いします。恋心、いつの間にか周りが見えなくなり、自分でコントロールできないことが美しくもある。じゃあ恋心をコントロールできるとしたら。すいません、予約した坂本です。お待ちしておりました。恋心をコントロールできるとしたら、あなたならどうしますか？本当に亡くなるんですよね？はい、ここでは恋心を消すこともできますし、芽生えさせることもできます。じゃあ消してもまたここに来ればもう一度？いえ、一度消した恋心はもう二度と元に戻ることはありません。恋心を消す相手は本当に彼女でよろしいんですか？え？さっきから一度も彼女の方を見ていないから。僕には愛すべき女性が他にいるので。こちらを唇につけキスをしてください。そうすれば二人の間にある恋心は完全に消えます。妻子ある男、妻子ある男に恋をした哀れな女。あ、やっぱダメだ、無理だよ、消したくない。坂本さんがここに来るって聞かなかったのに。うん、坂本さんが奥さんの目をしっかり見たいって、そのために来たんだよ。そうだけどさ。でも奥さんと別れられないでしょ。みんなごめん、全部ごめん、俺のバカ野郎。あ、見てこれ、例の酒井君にあげようと思って。覚えてないの？私の生徒の酒井拓真くん。私の靴ひももさ、こんな感じじゃなかった？私たちが出会った時、坂本さんが蝶々結びの練習してるだけだよって、それだけ心を許してくれてるってことだよって言ってくれたから、だからこうやって小学校の先生続けられてる。だってさ、持ってる紐が全部こんな風にされたらさ、さすがに嫌がらせだって思うじゃん。感謝してるんだ、坂本さんと出会う前さ、もういろんなことが嫌で、この連続肩結びが追い打ちで一番苦しい時に出会って、こんな形だけど、でもこんな逆境にも打ち勝ちたいって心から思えるほど好きになって。こういうのなんてよく知ってる？運命。やめよ。こんなに惹かれ合ってるんだよ。もちろん良くないことだけど、それでも好きが勝っちゃうんだもん。私待てるから。10年でも20年でも坂本さんのこと待つから。だから無理なんだってば。だから坂井拓真の父親なんだよ。坂本じゃなくて坂井なんだよ。嘘ついた。あの日宮瀬さんが苦しんでる原因が俺の息子のせいだって本当のこと言って、会えなくなるの嫌だって思うようになって。え、ちょっと待って。なんで？担任だって知ってて連絡先聞いてこないでよ。頑張ってるねって、偉いねって言ってこないでよ。
そうしたいんだったらさ、絶対酒井だって言ってよ。そうじゃないとさ、全部ダメになっちゃうんだよ。もうさ、無理やり抱きしめて押し倒してキスでも何でもしたらいいじゃん。もう無茶苦茶だけどさ、そしたら嫌いになれるのに。家でもしてなかったよ。そうだよ、家でも宮瀬さんのことが忘れられなくて、そんな自分が嫌で。でも見たいのは宮瀬さんの目なんだよ。見てよ、ねえ、目見てよ。こちらを唇につけキスをしてください。そうすれば二人の間にある恋心が完全に消えます。好き。それは突然前触れもなく訪れ、理想の自分であり続けるため、時に人間はそれに抗う。彼女ほどこの男を愛している女性はいないのに、やはり恋心は人間を迷わせる。すいません、恋心が芽生えると聞いてきたのですが。いらっしゃいませ。